いやー、師匠、可愛かったっしょ。大大大大大満足のキャワキャワなお姫様モードの髪型とかもさ、ツインテールだけどさ、なんかちょっとアレンジ入ってて可愛かったっしょ。あのツインテールはね、本当に神かって思った。キャワすぎるぜ。そして最後はペコちゃんの。いや、ペコちゃん、あの曲さ、覚えたのね、ペコーラは。ライブのね、いつも本当は飛びたかったの、ペコちゃん。水木奈々さんのライブであれね、飛んでるところがあるの。飛んで、ぴょーんって。紐つけられて飛んでんのね、本当は。で、ペコちゃんもそれできますかって聞いたら、あ、ちょっとさすがに、できないっすね。言われて、ああ、そうっすよね、と思いながら。飛べないっすよね、と思って。いずれできたら、やりたいな、ぐらいで言っといた。本当は飛びたかったんだよ、ペコちゃん。選曲理由は曲聴いて、え、めっちゃいい曲じゃん、歌いたいこれ。あと年末にスロットやったじゃん。だからなんかスロットでも有名なやつでなんかないかなと思って、ただそれだけ。最近スロットやフェイトなりハマったものを選曲なんかしたいなと思って、シンフォギアをやったわけではないんだけど、そのスロット民の人がもしかしたら聴いてくれてるかもしれないから、なんかその人たちに向けてなんかちょっとでも熱くなるような歌ができたらなと思って。シンフォギアはパチンコですよ。あ、そうなの。それはすまん、知らんかった。ギャンブル族ということでね。あ、スロットもあるんだ。あ、じゃあよかった。そういう人たちにも向けての知ってる曲を歌いたかったなっていうのもあったの。シンクロゲイザーの日にちも狙ったの。何それ、日にちとは。え、 I Big You はエゴサでしてたけど、シンクロ、え、それもなんかあんの？エゴサでなんか言われてたっけ、それ。なんかの記念日だったんか？それ知らない、全然。1月11日にリリース。いや、1日違うんや。あ、でも近かったんだ。11年前の1月11日。そうだったんだ。それは知らなかったわ。11111じゃん。確かにこれは狙ったと言われてもおかしくないかもしれねえ、ぴょこだ。あー、HF とシンフォギアは狙ったと思うと。いや、狙ってない、どっちも。ガチめに。ただ歌いたかったってだけ。でも確かにそう言われると狙ったんかなって思う。まあ、狙ったことにしといてじゃあ。かっこいい、そっちの方が。まあ、そっちの方がなんかいい感じに聞こえるわ。狙いました。ライブを盛り上げるために狙いました。知ってましたよ。11年前の1月11日に。それと、1月12日に、ヘブンズフィールのやつ。知ってました。あえてです。その歌トレンド入ってた。あ、そうだった。あ、じゃあその記念もあっても入ってたのかな。狙ってない方が奇跡感あっていいですよ。ほんと？持ってんねんね。びっくりしたわ、エゴサで。あ、マジかと思って。